ございます。お久しぶりです。だるいわ。なあ。いや、お久しぶりじゃないですよ。何をわざわざ家まで来てるんですか、こんな。今日、聞いてます？いや、なんとなくは聞いてますけどね。うん、お願いします。お願いしますはないですよ、そんな。ちょっと東口さんに、密着 DIY。もうようわからんけど、乗ってんもん。ようわからんけど。今日の予定を教えてもらっていいですか？いや、今から埼玉で、はい、あの、ミューラーの音楽番組の収録ですよ、ここから。で、急に終わって、はい、そこからゴルフです。3時からスタートのナイターです。ナイター？うん、ナイターゴルフ。電気照明ついてのそう。もういいっすか？もういい？十分。密着 DIY なんで。なんやね、密着 DIY。それを概要を教えてくださいよ、その。概要っていうか、森田の番組でしょ、はい、だってこれ、森田の YouTube チャンネルやろ。森田さん、なんか、うん、結構忙しいみたいで。いや、それはまあ、単独の準備もあるからあれやけど、はい、そんな変わらへんよ、そこまで。そんな、だって今だって一緒に、あいつも向かってるから、埼玉。あいつどういった映画だ、そんなもん。そんな中、うん、視聴者から送られてくるコメント見てたら、うん、まあ、森田が忙しいんやったら、うん、東口を適当に座らせて喋らせとけばみたいな。何のこと言ってんの、こいつ、そいつ。うん、っていう適当に、うん、案があったんで、うん。なんでそこに従順に言うこと聞くねんな。うん、東口さんにとって DIY って何ですか？いきなり。え？ DIY とは何ですかって、どういうことよ。俺のせえへんもの、DIY なんか。森田さんにそこだけは聞いといてって言われて。だからその何の略かも知らんから、DIY の。知らないんですか？うん、第一、生きる、やっぱです。何、第一、生きる、やっぱって何やねん。正しくは、うん、Do it yourself。 あー、みたいな。なるほどね。それを、うん、森田さんに、うん、DIY 何の略だと思いますかって聞いたら、うん、第一、生きる、やっぱって言った。あー、っていう返答があったんや、はい、その大喜利で一本よう出れたね。なあ、確かに。そうですか。はい、うん、東中さん的そうなんだけど。そうやな、ブーメランですぐ帰ってくるよな。そうやな、どこに行こうか、やっぱりやめた。まあまあまあ、森田の方が上や。でも、俺なんだかんだ、はい、公式チャンネルの方、はい、コミでやってる方でもやったやんか。やってましたね、ホワイトボードとか、はい、いや俺なんだ苦じゃないのよあれ。あ、そうなんですか。うん、それは朗報ですね。朗報です。いやいやいや、ちゃうでやらへんで、はい、あなたたちの番組にこれ以上関わらないけど。森さんも誰でもやっていいっていう理念があるんですよ。ちゃうや、もうあいつがもうやりたないやったらもうそんな番組やめたらええやんか。あいつがやらへんのやったら。そんなチャンネル DIY のこともうちょっと教えてもらっていいですか？DIY のこと、いや、じゃあ俺から言える DIY の話はないよ、そんな。何も。東口さん、あれ見ましたよ。何？あの、水曜日のダウンタウン。もう DIY どっか行ったよ。何やねん。盛り上がってたじゃないですか。いや、まあ、ありがたいことにな、Twitter トレンド、はい、キムタク超えて1位になってましたからね。裏で出てたキムタクを超えましたからね。そういうな、触っていいと。されたのは あの時から考えたらね、うん、いや、ありがたいことやし、なかなか、あ、こうなれたのは、まあ、周りのおかげですけど、良かったなと思いますけどね、それは。Twitter とか見てたら、うん、東口さんに抱かれたいとか、うん、結構ありましたけど、うん、はいはいはい。いやいや、まあ、だからそういう風に、なんかまあ、だから、そことしてんでしょみたいな感じで、DM とか来ることはあるよ。あ、うん、DM 来るんですか？来ることもあるよ、それは。まあでもそんなもんな、男かもしれへんしね、うん、何か分からへんし。そうよ、だからこの間もそういう感じで来て、その人のとこページ飛んだら、はい、YouTuber やってますみたいな。で、登録者数なんか30人ぐらいの。え、なんかもう東口とセックスしてみたいなやな。動画を撮ろうとしてんちゃうかとか、それでちょっとでもバズればみたいな。
いや、怖いよ、それはね、今はね。LINE はどこなんですか？ファンの人が東田に DM 送る、はい、うん、あ、俺行こうかなって思う LINE っていうか。え、これは DIY に含まれてんの？ DIY です。そうです、まあ、まあ、それはまあ法に触れへんっていうね、それは最低 LINE 程度はありますよ。未成年はあかんし、未婚が既婚がもな、そのはっきりしないと怖いし。で、あと、ミキとか和牛さんの写真上げてへんかどうかっていう、はい、うん、それなんで、なんで、やっぱそのガチガチのお笑いファンじゃないですか、それは。それダメなんですか？それはやっぱりね、だからお笑いっていう、はい、結構押してたらもうそこはやっぱり返さないですね、それは。え、それちょっとなんでなんですか？いや、なんかお笑いファンってなるとやっぱいつかライブにね、はい、来る可能性もあるじゃないですか。そういうところに手はもう出してないですね。そのテレビとかなんかで見ましたよっていうので、あんまお笑い詳しくないですけどぐらいがやっぱちょうどいいですよね。この感じ、何の話やねんこれ。な、何しに来て。写真とか送った方がいいとか、そういうのあるんですか？いや、まあそうだから、もう最近はあの身分証を取って送ってくれる人がいますからね。ちゃんと、はい、加工しないと。加工して、そうちゃんと年齢も、はい、明かして、うん、それはまあまあ、それは話は早いですよね、そうなんでね。入国審査です、まずな。こ、ね、うん、すごい批判も来るんですよ、もうこんな言うてたら。あ、そうなんですか。来ますよ。それで言うたら、まあアイドルと番組やったりしますからね。そう、それも、うん、あの結構反響の中の一つとして、うん、乃木坂と番組やってるけど大丈夫かみたいな。めちゃくちゃ来ますよ、それは。ありましたけど、うん、大丈夫ですか？いや、だからそうそう、乃木坂とかそういう仕事先で出会う人とは何もないですよ、もちろん。でもありそうだったじゃないですか、この前水曜日のダウンタウンで。いや、あれはだってもうその仕事先じゃないや、あれはもう仕事先じゃないですか、もはや仕事先でしょ。そんなんで言ったら森田の方が危ないんちゃう？森田とかで言ったら。なんでですか？あいつまあまあなんか、なんやろ、あいつなんか学校の休憩時間みたいな感じで違反の時とかおるで。なんかあいつがちょっかい出しに行ってるみたいな。その乃木坂仲いい子というか、ちょっといじれる子がおって、なんか遠くから走ってきてキックするみたいな感じのなんかノリして、俺も見てられへんかったよ、それ。そう、ほんま休憩時間やってんのよ。ずっとサブチャンネルさんがやってて、はいはい、勝手に事務所どんどん改造されていってるじゃないですか、うん、それに関してはどう思ってるんですか？まあ俺もそんなに事務所行く方じゃないから、はい、あれですけど、何の許可もないんやっていうのを思ってる。何、まあ許可というか一言、うん、もうあからさまになんか、なんか月の日行ったら猫上おんでみたいな。う、見てくれてるんですか、サブチャンネルは？いや、見てないんですよ。え、もうすいませんね。いや、違う、あんま見えへんやろ、相方のやってる番組。だって毎週水曜日に更新されてるアーバンラジオ、しずるの池田さんと村上さんの、はいはいはい、あれも俺聞いたことないです。1回ぐらいよ。森さんはね、毎回なんか宣伝もしてくれてますよね、ツイッターとかで。東湯さんは？俺も一切せえへん。聞いてへんねんから。夫婦でもめちゃくちゃうまいんですよね。いやいや、まあまあ成長はね、してってますね。実際どのぐらいのうまいと思ってるんですか、自分では。カジサックさんとか、はい、大西ライオンさんとか、はい、まあ、おぎやはぎのヤギさんとか、まあ、その次ぐらいには分かってなかったら来るかなっていう。そうなんですか？ランクで言ったらね、そのスコアだけで言ったら。だって、うん、去年年間135回行ってるから、ね、それは明らかに1位やから、ね、そんなに行ってるイメージはいないか。いないいない、うん、多分もうほんまに成り上がった演歌歌手ぐらいじゃないですか。時間を持て余してる。時間を持て余して何もすごいないね。一回あったんですよ、あの芸人ゴルフサバイバルっていう。あ、はいはい、10人か中で、はい、その1ホールずつ脱落していって優勝したら100万円もらえるみたいな。はい、何やったんですか？5位とかかな、その時は。ゴルゴさん、カジサックさん、大西ライオンさん、藤原原西さんの次やったかな、その時はね。どうでした、手応えとしては？いやいや、だからその時はもうほんま不甲斐なさすぎて、もうあのキングオブコントより悔しかったね。なんでこんなに本番で力出されへんねんと思って。ほんまお笑い賞レースよりへこんだんやから、あかん、もっと練習せなあかんと思って。そこからレッスンに行きだしたしね。その今レッスンも行ってんすか？レッスンね、あの番組で知り合って、はい、そう、ゴルフのコーチと、へー、そこでゴルフがガラッと変わったから。
レッスンのおかげでまた伸びたんですか。伸びた伸びた、めっちゃ伸びた。ゴルフは女性とかと回ったりはしないですか。あ、しますします。あ、それもするんですか。うん、するする。そういう関係になったこともあるんですか。まあ、だから世に言う19ホール目的なことでしょ。ね、おっさんがよう言う。まあまあ、それはなきにしろもあらずです。それはまあね、そういうこともある。そういうこともあるんですね。うん、それはやっぱまあ向こうもやっぱそのゴルフ楽しいになったらね、はい、次楽しいことセックスやになるからね。うん、そうなりますよ。東口さんからのリクエストないんですか。ああ、ここをこうしてくれってこと。はい、いや、まずカーテンつけろよ。ほんまに暑い夏場、あれなんでカーテンつけへんの。なんかゴルフ関連でなんかこういうスペース欲しいとかあればね。パターゴルフ。ああ、いいじゃないですか。パターゴルフだから、あのキャットウォークみたいに、あの俺浮いてできへんの。ちょっと浮かして下透明にしてパター。うん、あれ、ええで、そのボールの転がり分かるからな、透明にして下って言ったら。それできないですか。あ、それ欲しいな。うん、それできたらまあまあ画期的よ。そうよ、だからパターなんでボールの転がりで見るから、はい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 、うん、下から見てその映像を撮れたら、これすごいことですよ。はい、お帰りや。もう、あ、ちょっと、はい、密着で、名前あれしとかないとあれなんで、ちょっとじゃあ何か言って帰るんだよ。終わりでええやろ、そうか、そうか。もう帰ってくれよ。お邪魔します。まず、あ、おはようございます。あ、こっち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 。あれ？あ、え、密着？密着っすか。あざといの。え、うわ、密着。うわ、え、俺テレビ出れるんすか。ど、え、どこの局っすか。ちょっとこの YouTube かい。YouTube かい。まあでも YouTube つってもね、人気チャンネルとかいっぱいあるから。そっか。え、なんていうチャンネルですか。ボタンダガレージ。ボタンダガレージかい。帰れよ、ボタンダガレージ。しょうもない。さあ、今週も始まりました、 MC のさらば青春の光です。お願いします。これが計100万。計100万。何してんの、ほんまに。いいね、いいね。それだけで10分回させてみよう。してんねん。